マル君、キュータル君、はい、舞台ご苦労さんでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日は真夏のような、あ、というか真夏ですよね。真夏です。まさに真夏のよう、はい、大変な暑い一日でしたね、でも こんな状況の中でもね、今朝来てくださってるよね。いやー、来ていただいてます。どう思います？ありがたいですよ。今山梨のね、熱中症アラートとか出てるんですけど、それを気にせず河口湖の方に足を運んでいただいて、はい、そうですね。客層的にはどんな客層ですか？家族連れが多いですね、はい、多分お父さんお母さん忙しいのかな。おじいちゃんおばあちゃんがお孫さんを連れてくるボタン、ごめん口回る、お孫さんを連れてくる。そうですね、そんな感じの、そう、お母さん多いですね。やっぱ子供たち多いですね。多いですね。夏休みですよね。パワーですね。はい、ヒントもらえますね。ありがたいですね。はい、6月に、五郎さんと純平さんが、チョロマツくんとキュータルくん連れて学校公園に回りましたね。うん、はい、チョロマツくんになんかタイルが届いたみたいですけど。あ、そうなんです。純平さんが紹介してもらえますか。じゃん。どうぞ。はい。もう生徒さん一人一人から。すごいね。なんかそうそう、五郎さん、チョロマツってちゃんと作ってくださったみたいです。キュータロも興味津々だよ。イラストがついてる。はい、すごいですね。あ、イラストがついてるね。イラスト付きです。すごいね。イラスト付きだね。わあ、すごいすごいすごい。じゃあありがたいです、ね。ちょっと少し読んでもらえますか、内容。紹介させてもらっていいですか。じゃあ、はい、キュータロもこれいいですか。はい。あ、いいですか、じゃあまず。お願いします。五郎さん。キュータロ一緒に。五郎さんとチョロマツくんの組み合わせが大好きです。なぜかというと、面白いし、可愛いからです。おー、すごい。すごいね、可愛いね。そう、可愛い。ジョージさん、ちょっと呼んでいい？はい、いいもの。チョロマツくんの、チョロマツくんの竹馬を2、3回ぐらい失敗したけど、最後に成功してすごかったです。2、3回失敗してんだよ。いやでもね、やっぱり最後バシッと決めるのがチョロマツ。まあそれがチョロマツくんだよね。これは2、3回の失敗には入らないです。そうです。だね、チョロちゃん。しかも夏休み阿蘇に行って、竹馬の高さ伸びてるらしい。あ、そうなの。はい、うわあ、さすがチョロマツ。負けてらんないね。次なんかある？なんか面白いのある？面白いのあるかな。キュートを選んでくれる？あ、これがいい？うん、これ読んでみよう、こちら。うん、はい、どうぞ。五郎さんの大きい声がびっくりしました。おしまい。だけかよ。それだけかよ。それだけしか書いてない。印象残ったのがそれ。まあ俺たちもびっくりするけど、時々声がでかいから。そうそうですね。まあ今始まったことじゃないし。まあそうですね。やっぱ子供たちもそれ感じるんだ。慣れてたら大丈夫。まあそうね。なんないじゃない子供たちはびっくりするんだ。ちょっと次を読ます。あんなこと読ましたか。じゃあこれこれ。ありがとうございます。もっとショーを見たかったです。山梨県の河口湖にチョロマツくんを見に行きたいです。うわー、嬉しいな。嬉しいですね。今わざわざ来てくれるってよ、ただ夏休みはいないよね。そうです、夏休み。実はね、今ね、熊本の阿蘇猿回し劇場で、はい、チョロマツくんも五郎さんも頑張ってますんで、はい、そうですね、はい、でももしよかったら九太郎くんと丸くん河口湖にいるんで見に来てくれる？ファンが変わるかもしんないよ。待ってるよ。味方も変わるし、声もでかくないっすね。そう。ね。びっくりしなくて大丈夫だね。じゃあ川口湖で待ってるからね。お待ちしてまーす。お礼の感謝状ありがとう。ありがとうございます。ようやく5代目の看板が出ました。下津さんに手伝ってもらってやりました。はい、すいません。課題目です。すいません、私の手書きですよ。とりあえず